シネマテイク高崎は NPO 法人高崎コミュニティシネマが運営する群馬県高崎市にある映画館にスクリーンを有するミニシアターの先駆者である東京渋谷のユーロスペースショーは50年代には全国的に映画館の観客数が激減し映画業界は車用産業となっていた電電公社に勤めるリーマンのモテギマサオは映画を趣味としており 自身でも 8mm フィルムで映画を撮影していた。1980年頃には、モテギを代表とする自主上映グループ、メーベが8ミリ映画の上映会を開催し、若き日の長崎主日、山田伊佐夫、飯田浄二、山川直人、と原正と山本正氏などが、この上映会に参加している。なお、モテギは、山本の闇のカーニバルに、 飲み屋の主人役で出演している。刺激は各地方の自主上映グループらとも接触し、名古屋シネマテイクの倉本通るシネマ後の対始めらと交友した。しかし、権利関係の問題で年間10本程度しか上映できない自主上映会に限界を感じ、映画祭の開催を志した。中央銀座商店街にあったが2003年に閉館した。 オリオン座1987年3月30日から4月5日まで、フランス映画社やユーロスペースから作品の配給を得て、高崎市文化会館、群馬音楽センター、高崎小築電機館、高崎スカラ座、高崎東方劇場、高崎東映で、第1回高崎映画祭を開催。初回には23本の作品を上映し、受賞式にはゲストとして森崎あと、 賠償を三つ子が来訪している。入場料収入、広告協賛、行政からの補助金を開催資金とし、徐々に規模を拡大させていった。1990年頃にはすでに10日間程度の開催期間に約30本の作品を上映する映画祭となっていた。1990年にはユーロスペースの堀越健造と接触し、 常設映画館の設立を模索したが、資金面などが難点となった。高崎映画祭は、高崎市内の映画館を開催拠点としていたが、1990年代後半以降にはこれらの映画館が相次いで閉館し、映画館ではなく公共ホールなどでの開催を余儀なくされている。しかし、第一回高崎映画祭の開催以降の約15年間に、地元のネットワーク、 映画好きのスタッフ、映画業界の人脈など、常設映画館会館に必要な様々なものを得ていった。高崎市が市政100周年を迎えた2000年、第14回高崎映画祭は16日間の会期中に過去最大の80本が上映された。この時の開催場所は、高崎市文化会館、高崎式ギャラリー、高崎電機館、高崎東宝劇場、 高崎スカラ座の5カ所だった。2000年には各地で映画祭を主催する映画人が高崎市に集まって映画上映ネットワーク会議2000イン高崎が開催された。1スクリーン時代 NPO 法人が運営する映画館として先駆者の深谷シネマかつての高崎市内では東映、東宝、松竹、オリオン座の4館の京急スクリーンが営業を行っていた。 2001年には、高崎市初のシネマコンプレックスとして、8スクリーンの109シネマズ高崎が開館。2003年には、高崎中央銀座商店街にあったオリオン座が閉館し、高崎市から旧来型の映画館が消滅。2006年1月には隣接する前橋市の前橋タートル声優が閉館し、群馬県内の映画館はシネマコンプレックスのみ。 高崎市内の映画館は109シネマズ、高崎のみとなった。この時期を機に、高崎映画祭の観客数も減少に転じた。これらがきっかけで、モテギや高崎映画祭のスタッフを中心にして、常設映画間設率の機運が高まる。ユーロスペースの堀越やシネマ後の隊にも相談し、NPO 法人によるコミュニティシネマ形態での開館を目指した。 NPO 法人によるコミュニティシネマとしては埼玉県の深谷シネマがあり、深谷シネマには勉強させられることが多かったという。刺激はかつて新潟中央銀行高崎支店だった3階建ての空きビルに目を留める。この建物を賃貸することとし、開館に必要となる資金は6000万円と想定した。高崎映画祭18年目の2004年、刺激らは NPO 法人高崎コミュニティシネマを設立。2スクリーンが理想だったが、資金面との兼ね合いで1スクリーンによる開館を決めた。かつて銀行だったシネマテイク高崎の建物改装費の1、3は高崎市の空き店舗支援事業助成金から得て、高崎市民からも約1000万円の寄付金を集めた。開館時のホールは、天井高の高さ、大きなスクリーン。 ゆったりとした座席配置などが特徴であり、70席以上設置できるスペースに58席を設置した。設計や工事の過程では、堀越やタイが何度も高崎を訪れてアドバイスを行っている。スタッフの人数面や資金面などが理由で全自動の A 社機を導入し、開館当初にはリボシムやブルーレイディスク作品の上映に対応するために、 DLP プロジェクタも導入している。2004年12月4日に58席の位置、スクリーンでシネマテイク高崎が開館した。支配人の志を、息子、副支配人の小林英子、受付責任者、A 社責任者と4人の専従スタッフを雇い、もてぎは無給の総支配人に就任。NTT 東日本でサラリーマンを続けながら、 作品の買い付けや宣伝を行った。2006年10月には、同じ高崎市内20スクリーンのンシネマ高崎が、開館し、高崎市内の映画館は、109シネマズ高崎、イオンシネマ高崎、シネマテイク高崎となった。2006年秋には刺激が、絶眼の手術のために2ヶ月間入院。2年目が終わる頃には、ビルの2階に、スクリーン2の増設を計画。 2007年7月の新潟県中越沖地震で被害を受けた新潟県長岡市のシネマ町が閉館することになったため1スクリーン分の上映機材と椅子を300万円で譲り受けたが椅子は結局新品を購入している2スクリーン化に伴って消防法に準拠した改築を行った2スクリーン時代シネマテイク高崎の観客数記録を持つ カモメ食堂新たに5000万円の負債を抱えながらも、64席の第2スクリーンを開設。2007年12月15日にリニューアルオープンし、オープニング上映作品として、ワンスダブリンの街稼働で、とインランドエンパイアを上映した。2スクリーン化の計画中には刺激が闘病生活に入り、2008年11月15日には、絶眼によって死去した。 2009年12月4日には、隣接する前橋市に、シネマ前橋がオープン。シネマテイク高崎と同様に、NPO 法人が運営する映画館であるが、ミニシアターである、シネマテイク高崎とは異なり、往年の人気作を上映する名画座である。2013年には、デジタルシネマ上映設備を導入した。2014年シネマテイク高崎が、 設立10年となるのを節目に、本来の NPO 法人として、目的としていたた事業を展開しようと、支配人だった塩むつ子は、総支配人に就任。副支配人だった小林英子が、支配人に就任した。2014年12月4日には、開館10周年を迎えた。10年間で1256本の映画を上映。 総計約30万人の観客を集め、計222名のゲストが来館した。10年間の総工業収入は約3億3千万円。10年間で最高観客数を記録したのは2006年に上映したカモメ食堂であり、上映会ごとに行列ができ、追加上映でも満席だったという。支配人の小林栄子はカモメ食堂のおかげで、 初期費用を完済することができたと語る。10周年を記念して12月6日には、鴨モ食堂のリバイバル上映を行い、出演している片桐入りが、1日もぎり場として来館した。2020年は、新型コロナウイルスが全国的に感染拡大。国が発した緊急事態宣言を受けて4月15日から5月28日まで臨時休館した。 NPO 法人コミュニティシネマ高崎が映画館の運営を行っている高崎電機館シネマテイク高崎を訪れる観客の居住地は高崎市内にとどまらず群馬県全域埼玉県の熊谷市北長野県の佐久地域伊東新潟県と栃木県の一部である高崎映画祭を機にシネマテイク高崎を訪れるようになった観客も多いという 50代から60代の女性が客層の中心であるが、チョコレートドーナツのように若者が多い作品もある。2009年時点の年間上映本数は約130本だったが、上映作品の大半を鑑賞する常連客もいるという。初年度の会員数は約600人だったが、5周年を迎えた2009年には会員数が約1100人となった。群馬県が ロケ地となった作品や若手監督の作品を積極的に上映している。上映作品の監督や出演者が来館して舞台挨拶やトークイベントを行うことも多い。高崎映画祭との上映作品の住み分けを意識しており、工業面を考慮して映画館では上映できない作品も高崎映画祭で上映できるように取り組んでいる。2014年には NPO 法人高崎コミュニティシネマが高崎市からフィルムコミッション事業を委託され高崎フィルムコミッション事業を開始高崎市周辺でのロケ地提供に積極的に取り組んでいるまた近年では映画制作企画プロデュースも手掛けている2001年には近隣の柳川町にあった常設映画館高崎電機館が閉館した 13年閉館していた高崎電機館は2014年に高崎市に寄贈され、高崎市の施設、高崎市地域活性化センターとして再開館した。1階部分には集会室等市民が活用できる歌手館スペースがある。2階部分の映画館では高崎が映画の街と言われる原点とも言える、ここに泉ありの定期上映や名画座プログラム上映が行われている。 運営は NPO 法人高崎コミュニティシネマが行っている。シネマテイク高崎では新作の上映、高崎電機館では名画座の上映を行い足したような映画を見ていただけるよう観客の選択肢を広げている。2015年、2016年、2017年、2018年。ありがとうございます。